はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はあの、築地の正元さんの鮭切り包丁ですね。こちらと刃先と、このところに欠けがあるんですけど、見えますかね。ちょっとそれを修正したいなというふうに思っております。まあ、こちらの包丁は、鋼と地金をこう合わせて、単節した霞の製品ですね。合わせ包丁と言われるものなんですけれども、 一応水焼きですね。焼いた後に水で冷やしているタイプになると思います。で鋼は白紙の3号です。一般的にあの薄口の出バとも言われるんですけれども、刃渡りが30ですかね。ちなみに一般的な出バ包丁。これ15.5センチなんですけど、見比べるとでっかいですよね。重さもどれぐらいでしょうか。6 2 1ムあります。家庭用が 230ですので、長さは2倍で重さは3倍ぐらいあります。一応黒打ちなので、前に違う動画でもお伝えさせていただいてるんですけれどもで、焼き入れしたままの状態なんですよね。磨いていないというか。一応これもいわば錆びてる状態なんですけれども、黒錆という鉄が安定した状態の良性の錆なんですよね。まあ鉄の 表面に酸化膜というものを作ってコーティングしている状態なので、錆が広がらないという感じにはなっています。少しこう傷が入ったとことかこういうところは錆が出てきてしまってますけれども、一般的には錆が広がらない状態になっているというふうなのことが黒内包丁の特徴になっています。これはもう大きい鮭を切って身を分けていくような感じの、まあ、鮭切りと 言われるもんです。まあ少しかけているので修正したいというふうに思います。それでは始めたいと思います。こちら、有りつさんの300番の荒砥石になってますけど、ちょっと先の欠けはあんまりこっちばっかり削れるとこう丸くなっていくので、両方こっちも少し削りましょうかね。ちょっと。 ちょっと切り場を当てて少しだけ欠けてるところをちょっと落としたいと思います欠けてるところだけ削ろうとするとまたラインがおかしくなってしまうので切り場全体を研ぎながら若干刃を立てて研いでいこうかなと思ってますちょうど切り場を今ピタッと当ててる状態です欠けはまだちょっと取れないんですけどもうちょいですかね あんまり刃を立てると、ここの幅がだいぶ変わってきてしまうので。で、いつもこんな風に押さえてるんですけど、これじゃあもうでっかくて、ちょっとこっち来てもベタッとこっちも押さえてます。はい、えー、だいぶ荒砥石で磨いたんですけど、ちょっと刃を2段につけていきましょうかね。刃が鋭角すぎてもすぐ欠けそうなので、 旋盤の方に変えてみたいいと思いますこの辺はそのまま切り場に当ててちょっと欠けてる辺りから少し刃を立ててみようかなと思いますはい1000番でだいぶ刃はついてる感じなのでこれでちょっと仕上げて最後刃先の方も だいぶ鋭角になってしまっているので、ちょっと小刃付けみたいなことをして、かけにくくしたいなというふうに思います。はい。3000番で、その後6000番という形でいきたいなと思っています。砥石と包丁の大きさが違いすぎますけど、ちょっと気をつけていこうかなと思います。 はい、では最終仕上げに変えていきます一応この刃先当てながらこのし,しのぎも当てながらという形で順番にやっていますこれで今刃先の方を当てて今度真ん中のところが当たってないですよね色が変わってないからちょっとこう丸くはまぐり刃っぽくなってるっていうことですね で、さっき刃の方を当てたので次ちょっとしのぎ筋の方を意識しながらはいちょっとしのぎ筋の方を当てたので切り場のど真ん中だけ少し当たってないかなっていう感じなので次ちょっと切り場のど真ん中を。 言いますかね、刃先のところを立てたので筋が入ってるんですよねまあ、二段刃なんですけどまあ、刃先の方もちょっと修正して最後二段刃みたいにつけてこっちの刃,刃元の部分はもともと刃は立て気味で一応こんな形で鮭切り包丁の研ぎ直しをしてみましたはい本日はこのどでかい築地正本さんの鮭切り包丁の刃掛けを修正しました ここに少し大きくあったんですけど、まあもうほとんど見えない状態になってますね。刃先もちょっとだけ尖り切ってない感じはしますけど、まあ研ぎながらでいいのかなという風な感じです。えっ、ー、と、鋼の部分は仕上げと石当ててるので、だいぶ光って綺麗な感じになってますよね。で、刃先の方はかなり鋭角だったので、最後、小葉付けという形でちょっとだけ鈍角にしています。で、刃元の方は、うちの刃先より より二段場っぽく研いだつもりになってます。で、ちょっと、だいぶ、滑らかな、綺麗になってますね。ほとんど、上から下に、スーッと下ろすだけで、切れてしまっているような状態です。はい。こんな形で、本日は動画を撮らせていただきました。 最後までご視聴ありがとうございます。もし参考になったことがございましたら、高評価、チャンネル登録の方をいただけるとありがたいです。それではまた、さようなら。